大沢賢治は日本の男性元総合格闘家、解説者、東京都武蔵村山市出身、和術継修会ハーツ主催、ブラジリアン柔術茶帯。かつては本名の大沢賢治で試合に出場していた。中学時代は野球を経験。高校時代にジムに通いボクシングを経験するも視力が悪かったため卒業後は格闘技から離れた。 2000年にプライドグランプリー2000決勝戦、桜葉和史 VS ホイス、グレーシーを見たのがきっかけで、総合格闘技に興味を持つ。2002年に、アマシュートの東日本大会、全日本大会のフェザー級で優勝した。2003年に、デモリションで、プロデビュー。シュート新人王トーナメントに出場するも、準決勝で、三上洋平に敗れた。 2006年7月21日、シュート世界フェザー級王座決定戦で、ソそのアキラビンと対戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2008年3月26日、WEC 初参戦となった WEC33 でクリスマニュエルと対戦し、1から1の判定で引き分けた。2008年8月3日、WEC35 で、 スコット・ヨルゲン戦ンと対戦し、0から3の判定負け。2009年3月1日、WEC39 で、ハファエル・ヒベーロと対戦、2から1の判定勝ちで WEC 初勝利を収めた。8月9日、WEC42 では、ハニー・ヤヒーラとの対戦が決定していたが、左足骨折のため欠場した。11月18日、 8ヶ月ぶりの復帰戦となった WEC44 でアントニオ・バヌエロスと対戦し0から3の判定負け。WEC 戦績1勝2敗1分けとなり WEC からリリースされた。2011年3月1日テレビ東京局上寺からで紹介された。2010年5月29日ドリーム初参戦となったドリーム14で 前田義郎と対戦し、2から1の判定勝ち。2010年11月9日、東京都渋谷区代々木に、自身のジム・ワー術研修会ハーツを設立した。2011年5月29日、ドリームジャパン GP のバンタム級日本トーナメント1回戦で、大塚隆と対戦し、2から1の判定勝ち。準決勝で、今成正和と対戦し、 アキレス剣固めで一本負け。2011年7月16日、ドリームジャパン GP ファイナルの3位決定戦で、藤原隆史天と対戦し、3から0の判定勝ち。当初は山本厚史と対戦予定だったが、網膜剥離の疑いで欠場したため対戦相手が変更された。2011年8月5日、ドリーム17で行われるバンタム級。 世界トーナメントに出場予定だったが練習中に、頸骨を骨折し、欠場を発表。2014年4月29日、ディープ初参戦となったディープ66インパクトのバンタム級王者決定戦で、大塚隆と再戦し、0から5の判定負けを喫し王座獲得に失敗。試合後に引退を表明した。現役引退後は、吉本工業に所属。 テレビやアベマなどで格闘技中継の解説も務めるなど、トークスキルは格闘技界でも随一。ありがとうございます。